はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。楽園実況チャンネルへようこそ。楽園融合になりたい男リュウです。さあ本日なんですが、約束されたシナジー楽園サンダラを作ってきたので、ご紹介していこうというふうに思っております。いや素晴らしくね、シナジーが噛んでるんですよこのデッキは。まあ楽園融合ね、いろんなデッキと組み合わせて今使ってるんですが、何が強いかっていうとね、やっぱね、光属性または闇属性を墓地に送って、でさらにそのモンスターをね除外することもできるってことなんですね。で、まあ、光または闇を墓地に送って除外するっていう動き、どう考えてもサンダードラゴンじゃないですか当たり前すぎますよねこれ。でサンダードラゴンっていうのは、まあ、例えば雷獣類だったら除外された時にね、デッキからサンダードラゴンを特殊召喚したり、雷電流だったらサンダードラゴンカードをね手札に加えたりできるんで、まあ、この辺の効果を使っていくために楽園融合が、まあ、これも当たり前に強いと。楽園融合を打つと、で、まあ、ルベリオンでね、まあ、雷獣流か、まあ、手札によるけど雷獣流か雷電流、まあ、どっちかを除外して、で、ルベリオンを出して、でルベリオン効果で手札なんか適当に切って、アルビオン出すと。でアルビオン効果で、墓地のカード除外しながら融合できるんで、例えばまあ雷電流サンダードラゴンと、まあ、自分を融合素材にすれば普通にドラゴンスタープレイヤーが出てきたりとか、雷電流と墓地のなんか、デスペアを除外したらマスカレードできたりとか、いろいろあるんだけども、まあ、こういう動きをしていくと。あ、ちなみにミラジードを出すときはね、融合シンクロレクシーズリンクモンスタープラスアルバスの楽園なので、まあサンダードラゴンを除外することはできないんだけども、まあ、ミラジードじゃなくて基本的にはそのドラゴンスタペリアを今回は出して、でさらに雷電流か雷獣流の、まあ、除外したときの効果をうまく使って、取り持ってきて、それから、超雷流を立っていくという感じ。まあだからこのデッキの場合は、楽園融合1枚、プラス、まあ、コストで、超雷流とドラゴンスタープレイヤーが出るっていうのが基本展開ですね。はい。これがね、なんと、この手札1枚プラスコストからできるっていうのがものすごくて、安定感すげえ上がったんですよ。これ今までサンダードラゴンでさ、この、孤高の獣が結局その引けてない時、めちゃくちゃ弱くて、展開なんかできないし、上級だからサンダードラゴンってやっぱ出せないし、この辺の、モンスターたちをなんか使うのなんかすげえ難しかったんですよね。除外するのも結局その闇の誘惑と一緒に引けないといけなかったりとか、不意の黄金室を引けないといけないとかあるから、これがこの1枚から動けるようになったから、初動カードがすげえ増えたんですよ。初動カード今数えますね、まあ、これ 1,2,3 でしょ、まあ、これが初動カードって言っていいかわかんないけど、まあ、一応サンダードラゴンと引けたら初動だから 1,2,3、まあそれが 4,5,6 7,8,9 9枚になったんですよ。今まではもうほんとゴミみたいな枚数だったから、あれが初動の枚数が本当に、なのでこれが強いですね。で、まあ、今回は闇の誘惑入ってますけど、ここ例えばね、楽園開幕にしてもらってちょっと初動札増やしたりとかしてもいいし、まあ、俺は楽園融合で、まあ、今回闇の属性多いんで闇の誘惑使って、まあ、誘発引き込んだりとかもできるようにこれ入ってますけど、ここ楽園開幕とかにしてもらってもなんか全然いいのかなというふうに思いますね。で、まあ、基本ムーブはね、まあ、見ていただいたら分かる通りなんですが、まあ、超雷ドラゴンスタペリアしたり、あとサンダードラゴンフュージョンでね、雷神竜出していったりっていう動きになってくるんで、でサブプランで一応ミラージェイドが出るみたいな感じ。はい、まあ今まではね、やっぱね、どうしようね、事故とのなんかその兼ね合いがあってね、このデッキ意外と大変だったんですけども、まあ、楽園融合1枚からこけるっていうことは事故が減って、まあ、パワーが上がるということなので、はい、早速ね、この約束されたシナジー楽園サンダルデッキをぶん回していきましょう。デュエルスタンバイ。約束された最強デッキ楽園サンダラとかいうデッキのパワーをお見舞いしていくぜ。ランクマンのお友達にな。さあデスペアル時計アルベルを召喚し効果を発動するぜ。楽園融合を手札に行く。おっと何もないのか。おいおい何もないってか。裏の一応チェーンぐらいはあってもよかったぞ。まあ墓は握ってるけどな。さあ楽園融合を発動。楽園融合の効果により新炎流ルベリオンを出していく。もちろん墓地に送るのはこれはリンクができねえから、これって雷電流やな。雷電流序で、あるは序じゃねえや、墓地送る。でまずはルベリオンをしっかりと出していく。そしてルベリオンの効果を発動。このモンスターの効果により手札を1枚墓地に送る。融合モンスターを融合召喚するぜ。一応これあれだな、雷神竜出せんな。最悪ここ止められても。エフェクトフェイラーまでやったら許すよ。全然。で、ここはアルビオン出さなきゃいけなくて、除外しなきゃいけないから、アルビオン出す。
でここであればその楽園とルベリオンをデッキに戻して、これやっぱデッキに戻るの爆じゃないこれなんで戻したデッキに、デッキに戻るの爆なんだが。でライデン竜を除外するため、まずはライデン竜とアルビオンを除外して出せる最強モンスターである、プルータープランツドラゴスタペリアを特殊、あ、これあれだな、これあれやな、これはこうやな、こうやな、これこうしてハンドコストにさ、あのライジュール切ってんの、これもしかして強い、待って、これトレでライジュールあれだよね、あの呼び戻しやんか、あれできるよね、ないっけ、あとこれ、あ、じゃあライジュールってこれ、どっちでも戻すかいいか、サンダードラゴンを一体テクナに加えていくぜ。よーし、この スサンドラをサーチするのがやっぱオツですよね。そして、雷鳥竜サンダードラゴンの効果を発動、除外または墓地のサンダードラゴンモンスター1体を特殊召喚することができる。はい、そして、1体のモンスターで融合召喚、スーパーインチキ融合、現れろ将来竜サンダードラゴン、インチキすぎるあまりにインチキ、どう考えてもインチキが過ぎるぞこの子が。そして雷源竜サンダードラゴンをデッキから特殊召喚しエンドフェイスに回収するという効果、さらにこれは1発2発2発くらい打っていいのかな、サンダードラゴンの効果を発動するぜ、サンダードラゴンの効果は手札から墓地を送ってサンダードラゴンを回収、そしてサンダードラゴンをさらに回収、ここはまあ、いや1回これでもう1発打って、でけどコスト整えてからサンダードラゴンフュージョンだこれ、でこれでだな、もう一発打つ、もう一発打って、はい、でサンダードラゴンフュージョンバチコリ打つ、でここで除外ゾーンと墓地からサンダードラゴンを戻しまくって融合召喚していく、はい、ほらこれでどうだ、ほらほら、オッケーか、これがサンダードラゴン、楽園サンダラの最終盤面、最強だろこれ強すぎるだろこれ、強すぎるだろセット、まあ一応妨害力としてはそこまで多くないですけどね、ドラゴンスペリアの効果無効と雷神竜のなんかあの選んで破壊が1回ワンチャンと、あと超雷竜のサーチ負荷で、まあ超雷竜と雷神竜はね破壊耐性があるんで、まあ超雷竜だけですけど戦闘破壊耐性があるのは、ただ雷源竜の方が、ね、打点が上がるんで実質3100、超雷竜はで雷神竜も打点が実質上がるから3700、アレイサの召喚成功時効果は発動できない、なんでかっていうと超雷竜がいるから。さあ召喚魔術をサーチできませんでしたね、かわいそうに、召喚魔術サーチ負荷これ困ってるでしょ、これこれ召喚しあれってなってんだな多分。超雷竜のテキスト読んでみ、サーチできんからよてめえは、デッキからカードドローだけやったらいいぞえ強すぎかこのデッキ、あー悪くないですけど、ディメンションアトラクター、なるほど、まあでもサンダードラゴンですからね、ディメンションアトラクターそこまできつくないんですよ、まあ、ちょっと聞きますけど墓地にサンダードラゴンがたまんないから破壊耐性がなくなったりするんですけど、これたま、あの、あんま効かんっていうところ見せましょう、あんま効かないですこれディメンションアタクター、まあ、多分不安だりずなんでこれ増殖ストレージとかいうカスみたいなカード、うん、これ捨てていいのこれ、ルベリオン効果発動して、ルベリオンで戻して戻してだから、これでまあとりあえずライデン竜サンダードラゴンが除外されるでしょ、これね勝手に除外してくれるんですよ、ありがたいですよね勝手に除外してくれるのありがたくね、これ本当は墓地送られるんですけど、なんか除外されてるんで、チェーン1効果、これはこっち止められてもいい、もう別にこれ止められてもいい、雷電流の方が通したいから、これ鳥デッキって超雷流めっちゃきついんですよね、知ってます皆さん、フワンダリーズって基本的にその効果を発動していくにあたりイグルンとまあロビーナっていうね外傷いるんですけども、あの2体を発動するためにはサーチが入るんですよ、何かデッキからカード1枚を、これ超雷竜の効果でサーチできないんで効果発動できないんですよ基本的に、
だからこのサンダードラゴンとフワンダリーズはもう圧倒的にサンダードラゴンの方が相性がいいです。はい、あんまり負けない。まあ、無限包容を引かれた時くらいかな、展開されて困るの。まあ、一応ねこれ今回はあの自分も無限保養を握ってるし、ドラゴスタペリアいるんで、これバカ強いです。これ実質相手の効果2回無効にしながらサーチ負荷になってるんで、これ相手は無限保養とドラゴスタペリアとその超雷竜をサーチ無効にしないと展開できないんで、これまあセットですね。でまあこれでまあ融合することもないしエンドじゃない。まあ一応墓地なんもないからさ、これで破壊体制はないんだけど、あ、守備で終わってほしいんだよね。だからこれ出すの守備だわ。これ守備だ、守備。これ一応ライトニングストームとかあるかもしれないけど、守備だこれ。あ、やべえ、これ割とライトニングストームやばい、やめて。普通にこれ絶対守備だし、これ普通にプリミッターやめてください。いやでもこれあったら打ってるってことはない。ってこれフヤンダレイズだと思ってるけど、俺これ何デッキ、これデッキわかんないな。ついつい、なるほど。まあ、無限包囲は無力化していく。いいでしょう。で、ディメンションアトラクターコストにしていく。ディメンションアトラクター2枚引きしてんだな、あいつな。ああ。割とちょっと自己リハンドみたいな感じなのかな。はい、フワンダリーズでした。ロビーダ軍国発動できません。バレ刺さってるわ。リンクリボー。え、まあ、確かに一応出せるか。リンクリボー君は、リンクリボー君は一応出せる。なるほど、エンドフェーズいいでしょう。私のターン、ドロー。はい、サンドドラゴン来ました。でこれでディメンションアトラクターはもう発動できません。ですね、とりあえずリンクリボーの効果だけ無効にした方がいいな。リンクリボーの効果無効でちょっとリリースされて打点ゼロにされるとダメージが低くなっちゃうから、これなんだこれ、相手増字か。ここで光ってんのなんだろう、誘発エフェクトベーラーか。あ、ウサギメンド、ウサギメンド、ウサギゲロメンドスなんだけど、マジか。なるほど、ウサギゲロメンドスでだな。なるほどですね。今一旦サンダードラゴン効果使って持ってきてだな。はい、でこれいい絵でよくて、で融合して戻してもう一回出せばいいから、ですね、これ、まあ、とりあえず手札で使ったという情報が大事。あのイカズ持続モンスターの効果を手札で使ったっていう情報をね、このターンに残しておくっていうのが大事だから。そうするとなんか死んねえけど融合できるね、ぶっ壊れインチキ融合モンスターがいるんでね、サンドラゴンには。で雷原流効果使って同じやつ持ってきて、んでサンダードラゴン効果使っていいね。サンダードラゴン効果使って、リンクイボを背負って、はい。で、直接支援することによって、雷神竜サンダードラゴンの効果を発動。さあ、相手の、リンクイボを対象に取り、対象取らねえわ。そのカードを破壊していく。選んで。はい。さよなら。で、サンダードラゴンでサンダードラゴン持ってくる。で、サンダードラゴンフュージョン打つ。サンダードラゴンフュージョン打って、2体目の雷神竜おかわりする。戻すのはもちろん超雷竜、超雷竜を戻しておかないとあれなんですよ、出せないんで超雷竜が、うん、これでいいな。おい、おかわり超雷竜来た。おらおらおら、これ、ね、サンダードラゴンフュージョンがあるからね、別に超雷竜1体でもなんともなんですよね。で超雷竜2体目出して、おらボッケーが外鳥駆除だよこれが。最近ねなんか世間を騒がせた外鳥がいるらしかったですけどね、まあこのデッキを使えばね一瞬でしょれるからね、外鳥嫌いな人はねぜひね楽園サンドラ回しましょう。対戦ありがとうございました。神ゲーすぎ。あー反動は強いが、うららで止まってくれるかな。楽園融合くんなんかうららで結構止まってくれるから意外と、あ、サイバーダーク、あ、なるほど、珍しいな。サイバーダークはいいや。なんか楽園融合ってほんとさ裏一枚で止まるからさ結構いけんだよね、裏ラリに行ってるだけで。楽園融合流行れば転入者とかの方が全然強いと思うけどね、やってることはね。でも貫通力があるからな、勇者入ってるだけでさその誘発を貫通する能力がめちゃくちゃ上がるじゃん。
だからね、結局ね、やっぱね、なんだかんだ楽融合は来たけど、やっぱ勇者が入ってるデッキが一番強いと思うわ。だから、まあ理論上俺は楽園勇者は結構強いと思ってるんだけど、まあちょっとアレベルの召喚権となんか若干その被るからな、あそこ微妙だけど、ただやっぱあのウララをケア できるっていうのはさすがにね強い。うん、まあじゃあホライゾンはね、それは飛べるよ当たり前に。これエマージェンシーサイバーって言われたらおつや。サイバーも結構ね、意外とねサーチカード多いしね。あと特殊召喚そんなになんかサイバーダック展開絡むとしないんだけども。はい、ネクスティアか、オッケー。ネクスティアで蘇生は、あ、サイドラスでサイドラス蘇生か、オッケー。ロバダレベル5は2体揃ってないから、インフィニティは出ない、インフィニティは出ない。はい、インフィニティも言うてあって、これあれだもんな、あの封印の本質で雷電流除外したらそこ効果止めないとなって、雷神流飛んできて殴られるから、あれだよね、絶対楽園融合通るんじゃね、ハンド的に。でウララは回させればいいから、いやこれ多分ね結構ね割と高校では割と強かったんじゃないか、このハンド意外と。さあどうだ、2台で、あ、ジーガーね、オッケー、ジーガーはいい、全然いい。アナコンド出せないからね、あの、ネクスト使うと機械族しか出せないから、ね、そんなもんなんだな、それはそれはゴミでは、それはゴミ班。なるほど、アルベルも来た。まあ一回じゃあ封印の合室から入って、まあこれ止めてくるしかないよね、ないわな、止めるかもない。なるほど、まあ、じゃあ好きに大暴れさせてもらうけど、大暴れ、大暴れオブザイヤーだけど、これライジュールだな、ライジュール除外して、まあ、ライデン流出すわな。はい、あ、これちなみにあの封印の攻撃ってある時はさすがに、ね、リンクムーブした方がちょっと強いと思うね、基本的には。楽園越しもまあ別にいいんだけど、楽園越しだと基本的にはドラゴスタフェラー超雷流になるんだけどな。やっぱね、ミラジェイドをね出しに行った方がやっぱちょっとあの俺はなんか強いと思ってるん で、ここでこうしてるじゃないですか。でこうしてで、あ、アナコンダ出して、でアナコンダであの楽園、融合コピーすればいいんで、で雷電流を出す。ちなみにサンダードラゴンフュージョンもね、もちろんコピーできますから、アナコンダは入れとくです結構。でトリッピー持ってきて、トリッピー行こうか。で除外ゾーンのサンダードラゴンを戻して、はい、これでこうだな。はい、さあ一体でインチキ融合現れろ、超雷竜サンダードラゴン。あ、ちなみにサイバードラゴン Z ガーは打点が2100上がる、2100上がるんですよ。これあれじゃねえ、これ人掛けしに行こうかな、割と人掛けあるね、割と人掛けある、割とね人掛け、これ人掛けしていい、これ人掛け闇優。ああ、なるほど、成功成功、人掛け闇優成功つえつえー犯罪ムーブきた、犯罪ムーブきた、ドイ人格闇湯成功、アクサでプレデタープランツ、ベルテアナコンダの効果発動、ベルテアナコンダの効果によって未成ライフを支払い、楽園融合をコピーし、ベルテアナコンダとアルバスの魂を墓地に送れ、融合召喚現れよ、飛剣竜ミラジェイド。さあ出ました、効果がバグり散らかしているモンスター、効果がバグってるし、なん、あの性能がバグってる上に効果もバグってるから、もう本当に明治ともに最強モンスターになりました。はい、詳しくは私の動画見てください。これやってても別にバグを利用してるわけじゃないんで、これはあの本当にできる動きなんで詳しくはあのなんかミラージェイドの効果がバグで散らかしている件についてっていう動画見てください。私のこのモンスターね、今ねコナミのせいでね、なんか本当にの意味でバグってるんですよ。はい、性能が強いっていう意味じゃなくて、あの使用上の問題でバグってる。はい、さすがコナミだぜ、今日もコナミがコナミで安心したぜ、コナミはどこまで行ってもコナミでしかない、さすがコナミ、対戦ありがとうございましたコナミ。あー何もないか、スープレックスの珍しい豪気じゃん、いいね。いや豪気デッキあの一回組んだことあるんですけど、あの結構ねやっぱね豪気から展開するの意外と大変だったね。あとね豪気モンスターね縛りきすぎ、なんか豪気モンスター2体以上とか豪気モンスター3体以上とかめっちゃ多いの、なんか絶対にね
あの、リンクス内に5キモンスター要求してくるんだよね、ほぼ。うん。おっと、ここでリンク4か。なるほど。パワーロードが来た！出た、最強モンスター！こいつだけね、めっちゃ緩いんだよ、なんか召喚条件。戦術力モンスター2体以上っていう条件で。で、しかも、こいつはあの、リンク召喚すると、なんか何の効果も起きないっていう、なんか最強の耐性がね、ありまして。で、しかもなんか、フィールドのなんか、リンクモンスターのリンクマーカーの合計分なんか、盾アップするっていう効果があってね。なんか、要は、打点がどんどんアップしていくんですよ、こいつだ。 かなりね、こいつを出せると結構強いっていう話はある。まあ一応今まだ言うと2800だけど、まあ多分もうちょっとこれでリンク召喚伸びるから、これでね、もうちょい打点は上がると思うんだよな。パワーロードが出しすぎでは。嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。これ4400やばく、4400何の効果も起きないの3体無理じゃね。これどうすんのこれ。これ無理じゃね。これなんか戦闘で破壊するしかなくなるんだよね基本的に。パワーロードって、いやサンダードラゴンって言い方、4400は厳しいな。無理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 、全然無理。